はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ、前回ね、動画出したんですけど、インフェルノフィーバーがやってくるということなので、まあ、今回ね、インフェルノフィーバーに向けて、像が欲しいだとか、まあ、いつもよりね、報酬が多いから、ぜひとも行きたいって思ってる方、ね、いると思うので、まあ、今回、インフェルノに出てくるね、各ボス、常闇、聖守護者のね、必要体制をね、今日はご紹介していきたいと思います。まあ、全部でね、9種類いるんですが、必要体制、こんな感じになっております。はい。まあ、レグナードからダークキング、メイブ、レギル&ローガスト、スコルパイド、ジェルザーグ、ガルドドン、デルメゼ、バラシュナ。はい。こちらがね、必要体制になってきます。まあ、このね、必要体制、まあ、インフェルノと銘打ってますけども、まあ、インフェルノじゃなくて、常闇、聖守護者にね、対してね、体制、しっかりね、対応はしておりますので、まあ、この体制をね、しっかり揃えておれば大丈夫だと思います。今後、インフェルノで興味を向いてね、いざ、常闇聖守護者に向かいたいといった方もね、対応できてると思うので、まあ、この体制をしっかりね、用意してくれれば楽に倒せると思います。ということでね、モンスター1匹ずつ、ご紹介していきたいと思います。まずは、レグナード。こちら、ドドン。はい、ブレス、麻痺、雷、これはね、必須になるね。そして、封印、呪い。これはね、しなくてもいいのかなって思います。一応ね、封印、呪いの攻撃はあるんですが、必須ではないんですよ。ただね、ちょっとね、これ、レグナードなんですけども、まあ、正直ね、ハードルが高いことを言ってしまうと、このブレス、100、麻痺、100、そして、雷、このね、3種類はね、ぜひとも欲しいんですが、多分高木ちゃん、ブレス100、難しいですよ、っていう方、まあ、縦星色だと、まあ、ローブ系だとか、あと鎧系ね、だと、ブレスはね、ちょっと100しやすいんですが、旅芸系だとか、まあ、道具使い系だとね、ちょっとね、ブレス100がね、敷居は高いよね。うん。なので、最低限ブレス60は用意してください。縦持ち色。そして、プラス、神道を滅却すれば、ブレス100になるので、ブレス攻撃が無効になります。なので、まあ、最低限ね、ブレス60を用意してください。そして、前衛職、盾が持てない職、職業は、ブレス5、30、そして、宝珠令36、まあ、35ぐらいですね。そして、プラス、神道を滅却で 75% になるんですよ。で、75% に対して、あと、刃の防御をすると、まあ、25% ダメージ減なので、ブレスを無効化できます。まあ、結構ハードル高いことをちょっとね、言ってしまったんですけども、まあ、ブレスに対して、まあ、防御ボタンでもいいのかな ?25% 減だよね、防御って。うん、なので、まあ、ブレス装備を35、で、そしてなおかつ神道滅却と防御すれば、ブレスがね、無効化できます。そして封印呪い、なんでこれカッコなのっていうことなんですけども、この封印呪いっていうのがブレスの効果にね、ついてるんですよね。シャイニングブレスが、まあ、呪文、封印、特技、封印の効果がついております。そしてダークネスブレスが全属性耐性低下プラス呪いの効果がついているので、まあ、どっちみちブレスの効果を無効化すれば効かないし、もしね、ブレス装備が一切なくて、ブレス攻撃を的に食らえば即死してしまうので、まあ、封印呪いは正直いらないのかなと思います。まあ、麻痺の効果が、裁きの雷といったね、攻撃に対して、付与してくる効果になります。ダメージプラス、麻痺プラス、感電状態といったね、効果になります。まあ、せめてね、キラポンとかない時にね、雷を食らって、麻痺で動けなくなって、レグナードで、攻撃されて死んでしまうっていうパターンもあるので、動けなることが一番危ないので、なので、麻痺はね、必須となっております。
そして雷耐性はそのイカズチのねダメージを、ね、少なくするといった効果なので、まあブレス、麻痺、雷耐性、陰狼さえ装備していけば、レグナードは、安心です。ではレギロラッド2日目はなっております。必要耐性はこんな感じになっております。ドドン、ブレス、怯え、混乱、呪い、闇、そして幻惑となっております。またブレスですよね、こちらもレグナードと一緒で、うん、またあの、骨の方ね、レギロラッドの方かながダークネスブレス、また同じように属性耐性ダウンと呪いがかかります。絶対0度で、怯えの状態になります。まあブレス100にしてしまえば、まあ怯えと呪いの効果っていうのはかからないので、まあブレスの100の方はね、怯え呪いはね消しても大丈夫です。ただしローガストがね、魔食をやってくるんですよね。ヒットポイント 75% 以下で、うん、その魔食に対して、呪い効果があるので、あのどうしてもね魔食避けるの苦手だよっていう方はね、ブレス100にしてもね、呪いはつけといた方がいいです。そしてその魔食に対して混乱もあります。はい、そしてそれに対しても幻惑もついてきます。ただ、まあ、職業によっては、直接攻撃をしない職業によっては幻惑は関係ないので、例えば天地雷鳴士の冥道風魔で攻撃したりだとか、まあ、昨今ね流行っている魔法戦士だとかバトルマスターでのギガスラッシュ、まあ、戦士もそうだね、パラディもそうなんですけども、まあ、そういったね技を使って攻撃するには幻惑は関係ないですが、魔物使いだとか、そういった場合だと直接攻撃をするには、まあ、幻惑にかかってしまうとミスなりやすいので、まあ、そういったね直接攻撃をするね、職業は幻惑をつけていった方がいいかもしれませんが、まあね、あの魔職結構範囲が狭いので、ただね少しだけ下がればね、まあ、魔職は避けることができるので、ね、できれば避けましょう。そして闇なんですけども、まあブレスがね100にしてしまったらあんまり意味ないんですけど、ダークネスブレスの効果とか魔食の効果とか、まあ、闇の流星の効果を、まあダメージを軽減してくるので、なので闇もねあれば、まあ、魔食一発ではね死ななくなるので、まあなので闇耐性をね持っていった方が、まあ、即死はする確率は少ないので、闇耐性も、あればつけてください。そして3日目がスコルパイドとなっております。こちらは必要耐性、必須耐性が即死毒となっております。そしてまあ、あればいいかなっていうのが封印、混乱、呪い、幻惑となっております。まあ、こちら先ほどのね、混乱、呪い、幻惑、あれ必須じゃないんですかって、まあ、避けれるね自信がない方はまあ、せめてね、混乱呪いをつけてった方がいいかもしれないですけど、まあ、即死と毒と混乱と呪いをね、同時につけるのはね、ちょっとね、ハードルが結構高いので、まあ、なるだけね、魔食はね、来たら避けましょう。結構避けやすいです、スコルパイド。レギュラーラッツの魔食に比べては。そして、封印。あれ、封印高木ちゃんありましたっけって。僕もね、ちょっとね、と思ったんだけど、実は封印あるんですよ。絶の進撃。まあ、これ食らったらほとんど即死だから、まあ、ちょっと気づかなかったんですけども、まあ、正直ね、これ絶食らったら死んでしまうと思うので、まあ、なくてもいいかな。まあ、基本的に即死と毒で十分なのかな、スコルパイドは。まあ、なので、スコルパイドは、綿飴を必ずね、食べてから行きましょう。4日目がダークキングとなっております。こちら、耐性は、こんな風になっております。毒、闇なんですが、まあ、基本必須は毒。うん。で、闇もあったらあったでいいんですけど、まあ、闇の耐性は、支援の竜巻っていう技に対して、まあ、闇属性の攻撃なので、ダメージを軽減することができます。まあ、僕としては、これヒットポイントを、まあ、持った方がいいのかな。まあ、ダークキング5を倒しに行くなら、闇耐性を必須とは言えるんですけど、まあインフェルノの1ぐらいだったら、まあ闇耐性別にもらなくても耐えれるので、別に闇耐性もらなくてもいいかなとは思うんですけども、まあ
知恵の竜巻自体の、ダメージが約ね、320ぐらいのダメージなので、まあ、ヒットポイント320は、まあ、多分皆さんあるとは思うので、凶腕の月飾りをつけるよりは、まあ、大地の大竜玉だとか、まあ、竜玉だとか、こういったね、攻撃をつけてヒットポイントをアップさせた方がいいかなとは僕は思います。うん。なので、まあ、闇に関しては、必須ではないな。まあ、ダークキング5行くなら必須になりますけど。さあ次、ジェルザークなんですが、こいつが一番あれなんじゃないですかね。必要耐性がいるんではないんでしょうか。ブレス、混乱、眠り、転び、踊り、幻惑、封印、呪い、麻痺といったね、すごくね、たくさんありますよね。まあ、これもちろん、職業によっていらないものはございます。僧侶なんか攻撃することはないので、まあ、攻撃、幻惑必要ないし、魔法使いも呪文攻撃なので、幻惑は必須ではございません。まあ、前衛をやる方は、まあ、幻惑は必須なのかなとは思います。そして、ブレス攻撃。もちろんジェルザークが入ってくるんですが、ダークネスブレス、そして、煉獄火炎といったね、ブレス攻撃をしてきますが、ただね、先ほどのレギロナッツォと、レグナードみたいなダメージはありません。ので、ある程度ブレスを持って、浸透を滅却すれば、かなりね、ダメージは軽減されて生き残れるほどなので、まあ、前衛で、盾持たない職でも、体上にブレス、そして宝珠、そして浸透を密着すれば、まあ、ダメージね、インフェルノの場合だと、250から300ぐらいのダメージで抑えることができるので、ブレス装備はね、必ずね、してってください、前衛の人も。そして、まがまがしき波動で、まあ、凍てつく波動の効果、プラス、眠り、攻撃力2段低下、そして守備力2段階低下というね、技です。まあ、これね、横に避ければ逃げるので、まあ、扇状なのかな、イメージ的には。扇状に、ダメージを出すので、なので、まあ、避けれる人は眠り必要ではないんですが、結構ね、やってみたらわかるんですが、避けに、まあ、雑魚敵もいるので、まあ、引っかかったり、まあ、急に出してきたりするので、まあ、できれば眠りはね、欲しいところ。できればっていうか僕は、必須体制だと思っております。そして、転びガードなんですが、こちらもまがまがしき波動と同じで、まあ、扇状にやってくる技なんですが、まあ、避けようと思えば避けるんですけど、結構ね、早く、モーションが早いので、まあ、転びガードはね、絶対的に必要となっております。まあ、雑魚モンスター。古文のモンスターもね、ちょっとこれやってくるので、転びはね、ぜひとも欲しいです。そして、おぞましき歌唱がですね、混乱と踊りをやってきますので、こちらもね、まあ、避けようと思えば避けれるんですが、前衛の人、まあ、近くにいて急にやられても、突っ込み先以外、やる以外は、ちょっとね、避けるのが難しいので、なので、この混乱&踊りもね、正直欲しいところですかね、前衛の人は。うん、必須体制としては、まあ、書いておるんですが、まあ、後衛の方はね、なかなか近づくことがね、ないと思うので、まあ、あったらいいな。まあ、例えば、最下を引きに行ったり、前衛に、例えば、キラポンをしに行ったり、ザオラルしに行ったり、っていう時に食らってしまう可能性もあるので、まあ、やっぱ欲しいところは欲しいところですね。そして、幻惑なんですけども、こちらが、古文がやってくる暗黒の霧についてるんですかね。こちら、前衛の人が食らってしまうと、先ほど言った、直接攻撃をね、する特技を持つ前衛の人だと、ミスを連発してしまうので、なので、幻惑もね、前衛の人は欲しいところ。まあ、後衛の方とか魔法使いの方とかは、まあ、正直いらないと思います。そして、封印、呪い、そして麻痺。が、まあ、必須体制に書いてないのは、おぞましい雄たけびと、まあ、人雷の刑っていう技でやってくるんですね。おぞましい雄たけびが、混乱、封印、呪いの技をやってきます。
そして、人雷の系が雷属性のダメージプラス麻痺と感電となっているんですが、まあ先ほどのおぞましい箇所よりはちょっとためが必要なのかな、この2つちょっとスパンがあるのよね。なので、まあどっちかというとさっきのおぞましい箇所よりは後ろに下がって逃げやすくなってる、避けやすくなってるので、まあ必須体制には入れなかったんですけども、まあ避ける自信がない人は入れた方がいいよとは言いたいんだけど、他にもねこんなね必須体質がたくさんモリモリあるので、多分盛ることがねちょっとね難しいので、なのでまあできるだけねこのおぞましい雄たけびと人雷の剣はねピタッと止まって、ちょっとスパンがあるので、攻撃をやめてね後ろに下がることをね頑張って練習しましょう。はい、次ガルドドン、まあガルドドンなんですけども、通常4人で行く場合は、僕は基本的に、まあ、体勢はね、いらないよ。前まではちょっと麻痺だけ欲しいね、とは言ってたんですけども、まあ、正直ね、最近はいらないよ、と、まあ言ってたんですけども、まあ、インフェルノの場合だとね、8人パーティーで、ね、いろんなね、構成で来る方多いと思うので、まあ、こんな感じで、書いときました。封印、混乱、呪い、そして麻痺、雷となっております。まあ、雷はね、正直100じゃないとね、ちょっとね、意味がないのかなって思うんだよね。で、相変わらずね、こいつもね、おぞましい雄たけびをやってくるので、まあ、混乱と封印、そして呪いがかかってしまいます。ので、まあ、前衛の人は、このおぞましい雄たけびね、避けづらいよっていう方は、この混乱、封印、呪いはね、つけといた方がいいです。まあ、後衛の方が近づかない限りは、このおぞましい雄たけび当たらないと思うのでね。うん。まあ、なので、後衛の人はそんな必須ではないのかな、とは思います。まあ、前衛の人だけだね。麻痺がついてくる技として、ゴーライバーストと吸収ジャンプっていうのがあります。正直ね、ゴーライバーストは雷耐性ね、積んでない場合、1でも600のダメージを2回ダメージ食らってしまうので、まず死ぬんですよ。吸収ジャンプっていう技があって、まあ、雷の地雷を3つ置きます。それで、ガルドドンがどっか移動するっていう技なんですけども、その地雷は約ね、400ぐらいのダメージ、450かな、ダメージ。プラス感電と麻痺の効果があるので、まあ、雷積んでなくても、生き残ってしまう場合であるんですよね。吸収ジャンプ避けるのが苦手だなと思う方は、麻痺をね、してみてはいいとは思います。はい、次、メイブなんですけども、まあ、こちらは職業によって、まあ、必須じゃないっていうのもあるんですけど、一応ね、全部を通して必須なのが、幻惑、麻痺、呪文耐性、かっこ雷、そして、封印呪い混乱となっております。まず幻惑なんですけど、炭吐きという技をやっていきます。まあ、炭吐きが、食らってしまうと、幻惑と、攻撃力、守備力低下っていうね、デバフが、続きます。まあ、炭吐きは正直ね、避けれるんですよ。なんですが、3以降になると泥吐きっていう技に変わります。ね、この今回のインフェルノでね、イカ楽しいから3、4、5ちょっと目指したいよっていう方、3、4、5は泥吐きになるので、必ずね、幻惑が必須になります。うん。泥吐きになると、素早さも低下もついてしまうので、まあ、幻惑ガードをしてれば、ボミオスかからないっていうことをちょっと聞いたので、聞いたことがあるので、まあ、後衛の人もね、できればね、素早さを下げたくないためにも、幻惑は欲しいところなんではないんでしょうかね。まあ、あと、麻痺なんですが、麻痺は、正直前衛のみだと。うん。まあ、あとはザオラルしに行くときだとか、まあ、キラポンをしに行きますと、とかいうときに、近づいた場合はちょっと怖いんですけども、イカの周り、メーブの周りに雷の、技をやってきます。正直ね、見てからでも、後ろに下がれば避けれる程度の技なんですが、これに当たってしまうと、麻痺と感電が起こってしまうので、まあね、前衛の人はね、できるだけね、食らってしまったことを考えると、まあ、麻痺、欲しいのかなとは思います。そして呪文、
個雷なんですけども、呪文はギガデインですね。ギガデイン対策。まあ、雷属性の攻撃なので、なので雷属性をつけるとダメージもね、減らすということなので、まあ、カッコ雷にしたんですが、まあ、呪文耐性で大丈夫です。まあ、雷耐性にすると、まあ、ギガデインのダメージももっとさらに減るかなっていう形ですね。そして、封印、呪い、混乱なんですけども、こちらが暗黒冥界符は、っていう技をやっておきます。まあ、いわゆる魔食みたいな技なんですけども、これに食らってしまうと、全属性耐性低下と、呪い、混乱、封印、移動速度低下、幻惑といったデバフのオンパレードにかかってしまうんですよ。ただし、まあ、先ほど言ったんですけど、暗黒冥界はこの魔食、まあ、スコルパイドとかの魔食と一緒で、短いんですよ、範囲が。なので、見てからでもだいぶ避けれる、スピードだと思うのね、インフェルノの場合はね。まあ、なので、まあ、基本的にはいらないかな。前衛の人でも避けれる、安いので。まあ、後衛の人はね、近づかない限りはこれ食らうことないのでね、これもいりません。はい、次、デルメゼなんですけども、必須耐性がこちらになっております。ブレス、転び、怯え、呪い、幻惑となっております。はい。はい、こちらがですね、もちろん職業によっては、いらない耐性もあります。まあ、優先すべきはね、コバルトウェーブっていう前方扇状にやってくる技なので、それについて転びになってしまうので、転びガードはね、絶対いる。うん。そしてブレスなんですけども、まあ、できれば縦職の方は、ブレス100になると、まあ、怯えと呪いガードも、いらなくなるので、なので、ブレス100にすれば、まあ、俗に言われる97と、まあ、竜の鱗、あと宝珠、そしてスキル。こちらもレグナードとかと一緒で、絶対0度で怯えます。ダークネスブレスで全属性耐性低下と呪いと幻惑が、ありますので、なので、ブレス100にできる方は、怯えと、呪いと幻惑のね、耐性が必要はなくなります。ブレス100にできる方は。まあ、なので、後衛の盾持ち職ですよね。まあ、あとは、前衛の鎧職か、盾持って。そして、ブレス100にできない方は、やっぱりね、呪いガード、怯えガードは必須となっております。まあ、ただし、このブレス、食らってしまったらワンパンしてしまうので、まあ、なので、その、魔物使いでリンクをするだとか、まあ、そういった前衛職ではなければ、まあ、ワンパンしちゃうからいいのかなと思ったんだけど、まあ、今後ね、デルメゼを考えてる方なんであれば、一応まあ、ね、怯え、呪い、幻惑はね、揃えといた方がいいです。そして次、麻痺混乱なんですが、まあ、混乱はね、一応魔食やってきます。デルメゼ。うん。まあ、なので、まあ、しっかりね、避ける。ば、まあ、混乱になることはありません。そして、麻痺なんですけども、こちらがターコイズブラストっていう技に対して、麻痺があるんですが、まあ、正直ね、食らったら死んでしまうので、リンクをしない以外は。なので、まあ、麻痺はそんな必要ではないのかな。インフェルの場合では、基本的にターコイズブラストっていうのは、エンド攻撃、の時にしかやってこないので、まあ、デルメゼさんだといきなりね、その場でバッとやってくるんですけども、インベルの場合1の強さだと思うので、エンド攻撃以外の時にターコイズブラストやってこないので、まあ、避けやすいっちゃ避けやすいと思う。なので、まあ、麻痺はいらないのかなと思います。まあ、頑張ってちょっとターコイズブラストを避けてください。前衛の人は。そして、バラシュナなんですが、即死、毒、呪文耐性、怯え、そして転びガード、必須です。まあ、かっこブレス踊りなんですけど、ブレスと呪文耐性両立できないし、どっちかっていうと、じゃあ盾と体上にやるのかって言ったら、呪文耐性の方が優先的に欲しいのね。まあ、ブレスは、プバーハ、それのプバーハでいいのかなと思います。そしてまず必須耐性の即死なんですけども、正直ね、これバラシュナ自身でいるってわけじゃないんですよね。スコルパイドのデススコルピオの技でやってくるので、まあサソリの場合だと即死 100% 必要だったよね。まあなので、スコルパイド出た時に即死をね、しないするために、即死が必要です。
毒が死毒の旋風かな、バラシュナとスコルパイドが、やってくる技なので、まあ、こちら毒もね、必須となっております。まあ、呪文耐性が、メラガンやドルマドンといったね、強力なね、呪文をやってくるので、まあ、これを無効化に、盾とね、魔結界と体上でね、無効化できるので、まあ、かなりね、呪文耐性はね、必須です。そして、怯えなんですが、こちらはね、レギロラッツォの絶対霊度に対してやってきます。まあ、フバーハでね、まあ、本家のレギロラッツォの絶対霊度よりは、そんな強くないので、ただ食らったら、怯えのね、負荷がついてしまうので、まあ、フバーハさえやってくれれば、全然耐えれるので、まあ、なので、まあ、その耐えた時に、怯えて行動不能にならないためにもね、怯えをつけましょう。そして、コロミなんですけども、こちらも、バラシュナ自身ではなく、ジェルザークの、水晶の、イフ、まあ、先ほどのね、扇状の技ですね。ジェルザークの。まあ、これを食らってしまったら、必ず転んでしまうので、まあ、不意にね、後ろからやってきて やる場合もあるので、まあ、コロミはね、欲しいです。そして、ブレスは、まあ、先ほど言った通りで、フバーハをすれば、まあ、ジェルザークと、レギロラッツォがやってくるブレスなので、まあ、耐えることはできるのでね、フバーハで。なので、ブレスは考えなくてもいいんですけど、あと、踊りなんですが、聖絶なる歌唱っていう、まあ、敵に近づいたら、誘発してやってくるっていう技なので、基本的にね、近づかないように、うん、発動したらね、結構ね、反応が遅いと逃げ切れなくなって食らってしまう可能性があるんで、まあ、踊りも欲しいよって言いたいんだけども、そこまで、ね、まあ、近づかなければね、発動しない技なので、まあ、そんな必要ないかなと思い、踊りはね、カッコにしました。はい、ということで、間もなくやってくるインフェルノのね、9種類の必要耐性でした。正直そんなね、細かく耐性いるの?って思う方も中にはいるんですが、まあ、ぶっちゃけなくても勝てますが、例えばね、8人が全員、体勢が全部なかったら、時間はかかるけど、まあ倒せるか、もしくは倒せないっていう形になってしまいますので、まあ一人一人がね、体勢をね、できるだけ持つっていうことがね、多分大切だと思うし、ドラゴンクエスト10っていうのは、まあ、他のドラクエシリーズと違って、まあ、耐性がすごく重要なんですよね。まあ、今までのドラゴンクエストシリーズだったら、倒せないって聞いたらレベルを上げて、そして新しく武器を買い直して、再度戦ったら勝った。まあ、っていうことはあったと思うんですけども、まあ、ドラゴンクエスト10に関しては、レベルを上げようが武器を最新にしようが、勝てないものは勝てないんですよ。なぜかというと、そういう耐性がないと、行動不能にされたり、ダメージを多く食らったりっていうね、することがあるんで、基本的にね、このドラゴンクエスト10、エンドボス、まあ、ボスを倒したいっていうんであれば、こういう耐性っていうのは必須なので、まあ、耐性を揃えて楽に倒せるようになったらね、すごくね、まあ、楽しい、嬉しいっていうね、まあ、気持ちが出てくると思うのでね、まあ、ドラゴンクエスト10の楽しみ方、なのかなとは思います。体勢を揃えるっていうのは。一人ぐらいなくても平気だよっていう場合でも全然余裕で勝てるんですが、一応ね、一人一人ね、心がけてやれば、もっと楽に倒せると思います。ということで、本日のご視聴ありがとうございました。また見てね。